近くにないし。あんまり欲しがってないよな。今回ちょっと見送ろうかな。ということでね、とりあえずね、今回来てみたけど、シカちゃんがね、どうもね、鹿せんべいを食べる気配がないんで、また時期をずらしてこようかなと思うので、ちょっと今日は他観光したりして帰りましょう。でちょっともしあれやったら濡れてるとこがあったらあげてみるかもわからへんけどね。買ってね持って帰るのもつらいし食べへんかったらね、とりあえずまあちょっと移動しましょうか。お尻かいの、まあ、時期が人の多い時期やったからかな。またね人の少ない時だな。しかもお腹いっぱいやな。イランにとるわ。この子ちっちゃいな。せんべいに向きません。この子は食べるね。この子だけ。写真撮る。いらんの写真です。料金か。顔がシュッ。写真撮ろうもた。市外逃げられた。写真は別料金だし、事務所通してって言われた。ということでね、行きますか。今日もね、鹿せんべいの食いつきが悪いからこれはあげる必要がなさそう。何でもかんでもあげたらええってもんじゃないからね。鹿せんべいあげに行け言うとるけど、早行けじゃない。もうお腹いっぱいで鹿が食べへん。芋やってるあれは美味しいやろ。せんべい美味しいわ。多分芋やったら食べんだよ。おい、見てるやん。芋を食べております。大きすぎるやん。動くな。喉詰めへんか、大きすぎへんか、それは。おえ言うて。意外と口ちっちゃいんやな。いいのか、芋食べて。生の芋硬いな。うまいけど大きいよみたいな。でも鹿は雑食やから何でも食べるはずやねんけど、芋とか掘って食べるやろ多分。はい、ということでね、ちょっと戻りますか。ね、まあ、奈良まで来たけどもね、天気もいろいろ、まあ、人間の都合じゃなしに鹿の都合であげやなあかんから、こんなお腹いっぱいの時にあげても仕方ないんで、今日はもう鹿せんべいなしっていうことで野放でフィニッシュです。ちょっとね、お店を覗いていきますか。何屋さん、お土産屋さん覗いていく。鹿丸くんどうなんか、まあ、お土産屋って感じだね。アイス食べる？